君の論チクセストローク、モーソルのプライムです。さあ、入り紙2続きをやっていきましょう。頭の中を整理します。ちょっともしセルフクエスチョンが来ちゃった場合は、収録が2日空いてるの来ちゃったちょっとね、見直しながらやろうと思いますが、谷の行動について、これまでに起こった6件の臓器摘出事件、そのあまりの不可解さに一時は複数犯の可能性を考えたり、安住さんを疑ったりもした。だがここに来てようやく真相が見えてきた。そして真相につながった意外なヒント、それは二礼田支配人の証言の中にあった。ここまで来たからには焦りは禁物だ。落ち着いてもう一度よく状況を整理してみよう。まず二礼田支配人の話だが、宿泊客は自分で電話をかけてきてルームチェンジとルームサービスを申し出たという。電話を受けたのは谷さんで、二礼田支配人ではない。二礼田支配人は谷さんが電話を受けるのを横で聞いており、その後谷さんから報告を受けただけだ。聞いた話をまとめるとこういうことになる。電話を受けた谷さんに宿泊客はルームチェンジとルームサービスを申し出る。谷さんはそれぞれ承知し、二礼田支配人に伝える。そして客のところへ行き、新しい部屋に案内する。サービスを頼まれた時刻になると、今度は谷さんが注文の品と2人分の食器を部屋に届ける。それは本人が受け取ったと谷さんは言っていた。事件発覚後、部屋からは2人分の食器が発見される。一見ついつまは合っている。そしてこの通りなら、宿泊客は誰か、かっこおそらく女性を部屋に連れ込もうとしていたことになる。ところがここに来て谷さんの行動にある矛盾が生じる。2日目の晩、僕は谷さんが受けた電話に SR と表示されているのを見た。だがそれは本来ならばありえないのだ。なぜならまだその時点では部屋を映っていないはずだから。それなのに SR と表示されたということは、もうその時点で宿泊客は新しい部屋に移っていたことになる。ならば考えられることは一つしかない。それは谷さんが嘘をついていたのだ。電話のディスプレイに細工をしたのだ。まあ、嘘をついていたでしょうね。そう、考えられることはただ一つ、谷さんが嘘をついていたということに他ならない。ディスプレイに細工ってめっちゃ手間だもんな。あの電話は実は客がルームサービスを注文しただけだった。客がルームチェンジを注文しただけだった。ルームチェンジを注文ってなんか違和感あるけどね。客がルームサービスを注文しただけだったんじゃないか。客がルームサービスを注文しただけだったのだ。それをああいう受け答えをすることで、横で聞いていた人にルームチェンジとルームサービスを頼まれたと錯覚させた。おそらくこういうことだろう。だがフロントにいたのは二礼田支配人だけとは限らない。ホテルの中心部となれば、それこそ他の従業員や大鳥副支配人も出入りしているはずだ。ホテルには不測の事態が起こる場合もあるし、そういう時に安心して対応を任せられそうなのは谷さんぐらいしかいない。そんな中で彼は毎回宿泊客からの電話に出ることが可能なのだろうか。可能だ、不可能に決まっている。いやー、本来は不可能なんだよね。毎回、まあ可能か。裏でね、まあ実際にこうメスを入れてる人とかが別にいるんだとしたら、でも複数犯の可能性はまだあると思うんだよな。まあ可能にしておこうか。結論から言えばこれは可能だ。もし仮に何かトラブルがあった場合、真っ先に対応しそうなのが谷さんだ。そこに別の宿泊客から電話がかかってきたとして、他の人間が取るとする。だがここで宿泊客の方から谷さんを指定してきては断れるはずもない。そこで仕方なくトラブルは他の人間が引き受け、谷さんは堂々と電話に出ることができる。もしくは不測の事態が起きている場合は折り返し電話をさせるという対応を取るはずだ。まあできるはできるよな。現に柿崎さんがそうであるように、谷さんにしか身の回りのことを任せたくないという客はいる。ならばこれまでの被害者の中に同じ考えがあっても別に不思議なことではないはずだ。ではいかにして他の従業員に気づかれぬまま宿泊客に部屋を変更させるかだが、それに関しても返答はついている。それは事前に電話で持ちかけていた、ルームチェック時に持ちかけていた。事前に電話でルームチェックあるかもね。ルームチェックでもな、ルームチェックこそ谷さんがいないことありそうだもんな。ルームチェック時ってあれか、実際に部屋に行ってここなんですがこっちも空いてますよって言っちゃうってことか。それはできるね。ルームチェック時どうだろう。そう、谷さんは連れのいない男性客に狙いをつけ、部屋に案内する際にルームチェックを行っていたのだ。普通だったらそういったことは客の自己申告だが、その際にどっか部屋の不備を見つけ、それを客に報告する。そうして、これはホテル側のミスです、よろしければ部屋の変更させてくださいとでも申し出るのだろう。まあそれなら確かに違和感はないよね。
当然、サーク分の費用はホテルが持つと言うだろうし、そこまでされて断る客もいない。あくまで予想だが、その時にこうも言ったのではないだろうか。お詫びに何かお飲み物かフルーツでもサービスさせていただきます。お入り用の際にご連絡くださいと。谷さんがフロントで受けていたのはこの電話だったのだ。ここでの谷さんは相槌を打ちつつ、持っていく品物は復唱しても、それを何組用意するかまでは口にしていない。当然、客は二人分などとは言っていないが、谷さんは電話を切ると、そちらの顔で二人分の注文があったと嘘をつき、あ、食器と頼まれた品物を持っていく。だが、実際に客に渡した食器は一つだろう。そうでないと、客の方が不審に思ってしまう。そして深夜になって、客が寝たのを見計らい、合鍵を使って部屋に侵入、犯行を行う。その時、もう一人分の食器も持っていき、あたかも二人いたように偽装したのだ。こう考えれば、すべての辻褄が合う。だが、最後の事件だけは少しパターンが違っていた。宿泊客本人の希望で、部屋は最初からツインルームだった。ルームサービスの海鮮増水は一人前で、箸も一膳しかなかった。おそらくこれは、落合さんが谷さんを通さずに、ルームサービスで頼んだもの。あるいは、二礼打支配人から何か聞き出そうとした際に、注文を取ったのかもしれない。結果的にはつまり、谷さんも今回ばかりは、部屋を偽装することができなかったということだ。警察の追及も始まっており、ルームチェンジや二人分のルームサービスを申し出る客がいたら知らせるようにと、僕たちも依頼している。今までと同じような手を使うのは、あまりにもリスキーだったのだ。だから、今回ばかりは最初からツインの客を狙い、ルームサービスの偽装も行わなかったに違いない。つまり、僕の結論はこうだ。犯人は谷さんに間違いない。犯人は谷さん。だが、まだ確たる証拠はない。谷さんが犯人であると断定するには、物証もなく、論拠も薄すぎる。けれど、彼が一連の事件に何らかの形で関与しているならば、必ず証拠があるはずだ。ここまではうまく逃れられたかもしれないが、僕らの包囲網はじわじわと、しかし確実に、犯人の行動を狭めている。焦りは禁物だ。僕はそう自分に言い聞かせ、うっすらと汗ばんだ手のひらをギュッと握りしめた。僕は鴨泉警部補と小暮さんと合流した。谷さんが犯人であるという僕の考えに小暮さんはムーとうねったきり黙り込み、警部補は難しい顔をしたまま、それだけじゃ証拠にならないわねと言った。もちろん私だって彼が犯人かもしれないって気づいていたのよ。証拠がなくては軽々しく口にはできないから黙っていただけなんだけど、モーソル君が同じ結論に達したなら悩む必要はないわね。なんかすごい、なんかあれだな、小学生みたいになったな急に。俺も思ってたけどね感を出し始めた。負けず嫌いなところは相変わらずだ。僕たちがフロントに降りていくと、今度は大鳥副支配人がいたので、谷さんのことを聞いてみた。そのようなことは話せるはずないじゃないですか。案の定、大鳥副支配人は露骨に嫌な顔をしたが、僕たちは頼み込んだ。お願いします。事件が解決するかもしれないんです。そうであります。なんなら国税局に電話してもいいのよ。ホテルの経営が不透明だって。そうしたら営業停止ぐらいじゃ済まないわよ。ぐ。警部補得意のはったりというか、もうほとんど脅しだが、これは効果てきめんだった。大鳥副支配人は警部補を睨みつけていたが、やがて折れたように塩らしくなった。わかりましたよ。話せばいいんでしょう。で、何について聞きたいんです？そうですね。では、谷さんの仕事ぶり、経歴、両親、経歴聞いてみよう。谷さんの経歴。ただ経歴を聞くだけなのに、刑事なら当たり前の行為にもかかわらず、わずかなためらいが生まれる。なぜだろう。刑事としての直感が何かを告げているのだろうか。だが、聞かないわけにはいかない。正体不明のためらいを振り切り、谷さんの経歴について尋ねた。すると、大鳥副支配人は見下すような嫌な笑みを浮かべながら答えてくれた。何年か前に急に島に戻ってきて、仕事をくれて泣きついてきたんで、まあ、最初は仕方なく雇ってやったんですよ。昔のよしみってやつでね。正直言って、ここまで客商売に向いたやつだとは思ってませんでした。だってそうでしょう。せっかく医学部を出たんですよ、医学部。医学部の情報出てきた。なのに、医者にもならずに島に戻ってくるような半端な男に期待できるわけないじゃないですか。谷さんは医学部を出たんですか？僕は驚いて、大鳥副支配人の言葉を止めた。もっと詳しく教えてもらえるかしら。鴨泉警部補の目が獲物を見つけた猟犬のように輝く。私も詳しくは知らないですよ。何せ、あまりいい話じゃないし。いい話じゃないってどういうこと？鴨泉警部補は追撃の手を緩めない。大鳥副支配人は、やれやれと言った顔で口を開く。
よくある話ですよ。東京の医大を出て研修医になったはいいけど、当直を一回経験したら嫌になって、辞めちまったとかなんとか。どこの大学だかわかります？さあね、履歴書ももう捨てちまったんで、どの大学だったのか。履歴書、従業員の履歴書捨てちゃうってあるのか？なんか一緒に保管してそうなイメージだけどね。しかし大鳥副社員はそれ以上のことは知らないらしい。今個人情報だなんだで消すようにしてたりすんのかな。昔のよしみと言いますと、谷さんを前からご存知なのでありますか？小暮さんが尋ねた。ええ、あいつは小中学の後輩なんですよ。もっともこんな小さな島だ。島のものはみんな小学校も中学校も同じなんですけどね。そんなつながりがあったとは知らなかった。年は私の方が上ですがね、よく遊んだりもしましたよ。あいつ神社の息子だったんで、その境内でもよくキャッチボールしたりして。神社の息子。神社？谷さんの家って常世神社なんですか？僕たちはハッとした。青山医師が言っていたのはこのことだったのだろうか。大鳥副支配人は淡々と答える。そうですよ。いや、そうでした、だな。宮司だった父親母親が死んでからは、東京に住む叔父があの神社を継いでね。もっとも継ぐって言っても、汚い手使って乗っ取ったっていう方が正しいんだろうな。とにかく、谷は追い出されちまったんですよ。本当でありますか？現に、その叔父って人は島に帰ってくるわけでもない。ああして無人で荒れ放題になっても知らん顔だ。単に土地が欲しかっただけなんでしょうね。谷さんは、常世神社の宮司の息子だった。そして、事件現場に残された人影の紋章。バラバラだった出来事が、徐々に一つにまとまっていく。モンソル君、小暮君、何ぼんやりしてるの？行くわよ。でもそう考えたら、人影の紋章が神社にあったんだとしたら、普通に地元の人が見たらもうわかるやんって感じですよね。鴨泉警部補は、すでにホテルのエントランスに向かっている。警部補殿、行くってどこへでありますか？決まってるでしょ。常世神社よ。谷圭一郎はそこにいるわ。なんかもうクライマックス感あるけど。ぬかるむ参道を上がっていくと、朽ち果てた神社の建物が現れた。雨だというのにカラスが鳴き、なんだか嫌な雰囲気だ。立て付けの悪い板張りの扉を開け、拝殿塔ぼしき建物の中を見るが、誰もいない。荒れ放題の建物内は、埃と蜘蛛の巣だらけで、至るところから雨も降り、ずいぶん長い間、人々から忘れ去られた様相だ。流行り紙。兄さんから聞いた言葉が思い出される。ここじゃないみたいね。先輩、これは何の匂いでありますか？匂い？そんなものしてますか？おっす、なんだか血生臭いような。小暮さんが鼻をごめかして言った。血生臭い？鴨泉警部補。引きつった顔の鴨泉警部補と僕は同時に声を上げた。小暮君、その匂いはどっちから？はい、あっちであります。小暮さんは神社の奥にある小さな社を指さしている。僕たちは顔を見合わせ、そろそろと、しかし確実にそちらに歩を進めた。モンソル君。鴨泉警部補が前方を示す。出た。神社奥の拝殿に通じる扉の情報に小さな鉄の鋲が打ち込まれている。その鋲に何やら図柄のようなものが刻まれているのだが、同じ人影。僕らの緊張が高まっていく。この扉の向こうには何が待ち受けているのだろう。それでも僕は扉に手をかけた。何が待っていようと、しっかり目に焼き付けなければいけないのだ。それが僕らの仕事、編纂室の存在意義なのだから。編纂室かっけえ。編纂室が一番かっけえよ。なんだなんか嫌な音するな。扉の向こうは想像を超えた地獄絵図が広がっていた。朽ち果てた木造の建物内、小さな部屋というより箱のような空間だ。その壁のあちこちは赤黒く染まっている。おそらく血が染みついているのだろう。農園のまだらになっているところを見ると、何年も何十年も、いやもしかすると100年以上も前から幾重にも塗り重ねられたものかもしれない。ブンブンうるさいのは乱舞するハエの羽音だろうか。これハエの音なの？なんか縄がね、きしんでるような音にも聞こえるけど。床にはこれまた赤黒く変色した肉の塊が無数に落ちている。剣大のものからマリ大のものまで、干からびているものもあれば、まだ生乾きのものもある。それら無数の臓器が凄まじい悪臭を放っている。小暮さんは血生臭いと言ったが、実際嗅いでみるとそんな生優しいものではない。
吐き気を催す様々な匂いが混ざり合い、どんより溜まっているのだ。たまらず小暮さんは床にぶちまける。僕らだって懸命にこらえているものの、一刻も早くこの場を立ち去り、なかったことにしてしまいたいと願っているほどだ。鴨泉警部補もハンカチで口元を覆ってはいるが、さすがに顔色が悪くなっている。そして、この悪夢のような空間の中央に、うっそりと座っている人影は。谷さん、先生じゃんあれ。これはモンソル様、よくいらっしゃいました。谷さんが僕に笑いかけた。あのにこやかな顔だけに、一層不気味だ。谷さんの前には別の人物がぐったりと横たわっている。見覚えのある姿、それは青山医師だった。谷さんの手で何かがギラリと光る。メスだ。谷さんはまさにメスで青山さんの胸を切り開こうとしていたところだった。小暮さんが飛びかかる隙を伺っているが、青山さんがいるのでそうもいかない。谷さんは僕たちに牽制するようにメスをかざした。やめるんだ、谷さん。僕は叫んだ。即刻やめて自首してください。罪を償ってください。罪を償う。操り人形のようにこきりと首を横に寄り怖。谷さんがつぶやいた。おかしいですね。罪って何ですか？私は何もしてませんよ。その目はもはや正気を失って濁っている。私は誰も殺していません。あの患者だって死なせていませんよ。それに殺したって生き返らせればいいんですよね。そうしたら殺人罪になりませんよね。そうでしょう。身勝手な理屈に僕は腹が立ってきた。このような相手に理屈で返してもどうにもならないことは分かっていたが、僕は怒鳴るしかなかった。しっかりしてください。死んだ人間が生き返るわけないでしょう。谷さんは、はぁという顔をして僕を見ると、ククッと笑った。モーソル様は何も知らないんだな。生き返りますよ、ちゃんと。私の祖先は代々そうやってきたんですから。狂ってるわ。吐き捨てるように警部補が言う。狂ってなんかいません。私が証明してみせますよ。立派に成し遂げます。私には、徳代神社の宮司の血が流れてるんです。失敗するはずないじゃないですか。私はみんなのためにやるんですよ。島民みんなのために。死を恐れる必要はありません。死は永遠の別れではないのですから。人々を苦しみと悲しみから解放するんです。この私が。常世の神様もそう願っているはずです。人々の気まぐれにより、祀られたり、捨てられたりしてきた流行り神。それを代々祀ってきた宮司一族の末裔でありながらも、神社を継ぐことを許されなかった谷さん。両者はどこか境遇が似ていた。あとは心臓なんです。心臓さえあれば。そう言って、青山さんの胸にメスを当てる。やめろ!と叫ぶ間もなく、鋭いメスは横に走り、青山さんの胸が鮮血に染まった。気を失ってはいても苦痛を感じるのだろう。青山さんの口から、うっとうめき声が漏れる。しかし、その傷は深くなかったようだ。谷さんは流れる血を指先につけると、床にそれで図柄を描く。人影。僕がつぶやくと、一瞬谷さんの注意がメスからそれた。うぬは、ママよ。小暮さんがとっさに臓器のかけらをつかむと、今にも泣き出しそうな顔でそれを投げつける。血液恐怖症にして大の怖がりな小暮さんだが、青山さんの危機を前に必死だったのだろう。谷さんはとっさにそれを避けたが、もうその時には真っ青な顔をした小暮さんが体当たりを仕掛けてきていた。紙一重の差で谷さんはかわし、身を翻す。バタンと扉が開いたかと思うと、突風が吹き込み、よどんだ空気が渦巻いた。そして谷さんの姿は、もうその扉の向こうに消えていた。待て、待たんか。小暮さんも続いて飛び出していく。僕もそれに続こうとしたが、床に倒れている青山さんが目に入った。駆け寄り、先生、先生、と言うするが、目は開かない。血はどんどん流れている。鴨泉警部補がどこかに電話をかけた。モーソル君、病院へ運ぶのよ。七原さんもすぐ来るわ。わかりました。谷さんのことは小暮さんに任せておくことにして、僕たちは青山さんを運ぶことにした。幸い雨は小降りだし、病院も近い。一旦病院まで走っていき、担架と毛布を取ってくる。担架を二人で持ち上げると、なんとか病院まで搬送した。病院には緊急用に小規模の手術室のような設備がある。青山さんをそのベッドの上に寝かしていると、七原さんが車で駆けつけてきた。手早く青山さんの容態を見る七原さんは、いつにも増して険しい顔だ。手術が必要です。眉間にシワを寄せて、七原さんが言った。メスが肺を傷つけていたというのだ。開胸して、縫合が必要だと。だが、
それまでの凛とした表情が急にかけた。七原さんはすぐに首を横に振り、両手で顔を覆った。けど、無理なんです。七原先生。七原さんは過去の医療事故のトラウマでメスを握れなかったのだ。だが僕は七原さんの両肩を掴んだ。七原先生、あなたの力が必要なんです。お願いします。今、大山さんの命を救えるのはあなたしかいないんです。できません。ごめんなさい。僕が掴んだ肩が震えていた。怖いんです。怖いの。また私のミスで誰か殺してしまうんじゃないかって。私は人殺しなんです。罪のない男の子をこの手で。七原先生。その瞬間のことはよく覚えてないんです。でも、顔に白い布をかけられたその子の姿は覚えています。それから、ベッドからだらりと垂られたその子の手を、まだ小さな妹がぎゅっと握りしめていたことも、今でもその光景が頭から離れません。七原さんは流れる涙を拭おうともせず言った。死にたかった。死んでしまいたかった。だけどそれもできなかった。大事な人がくれた命だから。七原さんはその場に崩れた。だったらなおさらやるべきです。その不幸な事故の罪を償いたいと思いなら、青山さんを救ってあげてください。そうよ。あなたにはその能力があるの。人を救う能力が。だったらその力を使いなさいよ。鴨泉警部補も強く言った。お兄ちゃん。七原さんの口からそんな言葉が漏れた。それが呪いを解く魔法の呪文であるかのように、七原さんは、お兄ちゃん、と口の中で何度もつぶやく。しばらく、じっと目を閉じていると、メスを、貸して、七原さんの口調が変わった。何か吹っ切れたような顔で、しっかり青山さんを見やり、立ち上がる。今から手術をします。殺菌消毒しますので、皆さんは外に出ていてください。でも、私に任せてください。正直言って、自信があるわけではありません。でも、私はやります。やり遂げます。七原さんはきっぱりと言った。鴨泉警部補が僕の肩を叩いた。七原さんに任せようと言っているのだ。僕もうなずいた。七原さんを信じて。手術室へと向かう七原さんの背中を見送ると、僕はきびすを返した。鴨泉警部補、ここはお願いします。僕は小暮さんの応援に。わかったわ。気をつけなさい。はい。病院を飛び出すなり、ポケットの中の携帯電話が小さく震えて着信を告げる。小暮さんだ。先輩、谷さんを見つけました。ただでさえ芳しくない電波状況の上に、風雨に混じり、小暮さんの声は途切れ途切れにしか聞こえない。それでもなんとか島外れの崖の上まで追い込んだということだけは分かった。分かりました。今追っていますから、無茶はしないでください。ほとんど怒鳴りつけるような調子でそれだけ伝えると、一方的に電話を切って、再び足に力を込めた。風はまたもや激しくなっていた。強くなったり弱くなったり、地上のすべてのものを翻弄するかのように吹き荒れる。ならばいっそ。みんなの辛い思いもすべて洗い流してくれとも思うが、そうはいかない。突風に揺さぶられながらも、必死に地面にしがみついている木々のように、僕らは生きていかなければならないのだろう。僕の行く手に、そそり立った絶壁が見える。その下は荒れ狂う海だ。荒海の波が勢いよく崖に叩きつけられ、砕け散る。崖に近づくにつれ、その激しい音と潮の匂いが強烈になっていった。海に突き出した絶壁の上に、二つの人影が見えた。逃げる谷さんと追う小暮さん。どちらもずぶ濡れだが、ひるむことなく走り続けている。火星に向かわなくては。